六6 2型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級、海大砲型とも、同型艦3隻、自己沈没1隻、戦没1隻、戦後に処分された艦1隻、1923年度計画で建造された12隻の潜水艦のうち最後の3隻、計画番号 S28、1929年から1930年に、 かけて竣行した。前型との最大の相違は期間をズルサー式ディーゼルからドイツマン社が設計したラウシェンバッハ式ディーゼルに変更したことである。その他船体の形状に変更はない。ただ大きさが若干小さくなり、魚雷発射管は監視4問完備2問となり2問の減少。魚雷も2本減少し14本となった。また、 水中速力が0.5ノット速くなり8.5ノットとなった。1941年に E61 が訓練中に沈没した。残った2艦は太平洋戦争中に主に通商破壊に従事、E164 は1942年に潜没した。E162 は1944年以降は内地で練習艦となり、終戦まで残存、戦後海没処分された。 1942年5月20日に解消、看板に100を加えた。E162 型は同系艦3隻からなるため、3隻で1個、潜水隊を編成した。佐世保鎮守府に配備されたため、スケチンの固有番号を与えられて、第29潜水隊となった。昭和5年4月24日に、佐世保鎮守府席の E61、E62 の2隻で編成。 その後遅れて竣工した I64 も編入した。昭和16年1月8日に I61 が事故により失われ、残った2隻は太平洋戦争に参加し、マレー作戦に参加した後、主にインド洋で活動したが、戦争初期の昭和17年3月10日に解体された。ありがとうございます。